あの物語シリーズがパズルゲームになったっておなじみの、物語シリーズぷくぷくのお時間です。ねえ、いや、21日からですね。やっと配信されたわけなんですけれども。いや、ほんと長かったな。1年前ぐらいにですね、物語シリーズがパズルゲームになるよっていうお知らせをですね、見てですね。そっからですから、だいぶ長かったね。さて、今回はですね、ステージ2と、3をクリアしてガチャを引くところまでやっていきたいと思います。ねえ、なんかメニュー光ってんな。いや、ミッションがあるのか。へえ。とりあえず2ステージ目をやっていきましょう。星チャレンジを狙おう。条件を満たすと星が手に入るよ。星を集めてアイテムをもらおう。とりあえず未だにね、アラニ君しかないので、アラニ君でやっていきましょう。フィーバーゲージが溜まる。つなげて弾けて、フィーバーゲージが溜まる。服をつなげたり弾けさせると、フィーバーゲージが溜まっていくよ。ゲージが溜まるとフィーバー発動。中央のアラニ君を経由すると、服をつなぎやすくなるよ。フィーバーが終わると、一気にスコアが加算されるよ。手に入るスコアはいつもの3倍に。すげえじゃん。スタート！いや、これは、どうつなげてったらいいんだろうな。どうつなげたらいいんだ、お前様よ。いやいや、つなげづらい。いや、なんか、四つにちゃんめっちゃ出てきてんじゃんね。おお、やばいやばいやばい。うわ、つなげづらい。やべえな。あ、スキル全然溜まってないかな。お、やった。スキル使うぜ。やったぜ。いや、これ、こう、タップで消すあれがよくわかんないね、まだね。いい感じだね。いやー、なんかまだうまくできないな。僕はまだ行けるぜ。延長しますか？いいえ。で、星とクリア条件のスコアを達成したのでいいんじゃね？いつもありがとな。どういたしまして。ねえ、これを見てる君も、いつもありがとな。千条ヶ原さん、千条ヶ原さんがどうかしたの？まあ、なんか気になって。アイス病弱だからってよく学校を休むだろ。これ、思い出場じゃない？何でも知らないわよ。知ってることだけを獲得しました。ねえ、とりあえずこの3面をクリアしてガチャ解放してガチャを引きましょう。イラストのついたステージを星3でクリアすると、思い絵馬が手に入るよ。思い絵馬は、デッキ編成画面でセットすると、パズルに持っていけるようになるよ。ねえ、セットするべきなんでしょうけど、私は早くガチャを着たい。でも一応セットしますか。これもなんかスキルみたいに使えるんだっけ。さあ、これをクリアしてガチャを引こう。ねえ、まだいまいち全然こうやり方わかんないね。思い今もスキルを使うことができるよ。使い方はぷくぷくだ。よーい、スタート。いやー、なんか増えてね。いやー、なんか四つにちゃんめっちゃ出てきてんじゃんね。うお、フィーバーすごい。こんなに消えると爽快だね。とりあえず2個でも3個でもつなげば消えるんだね。これあのゲームみたいにフィーバー中にスキル使った方がいいのかな。やばいやばいやばい、全然消せてない。
うおティーバッタぜ、よし重い馬を使ってみよう。え、どうなんだ、サイズ上がっただけじゃないか。おー、でも結構、うわ、また四月にしゃいっぱいになってる。うわ、溜まったのにな。僕はまだ行けるぜ。僕はもう行けないぜ。うわ、でもすっごい点数になってきたね。よっしゃー、やったぜ。いつもありがとな。これを見てくれてる君もいつもありがとな。珍しいね。え、アラレニ君が他人に興味を持つなんて。いや、そんなんじゃないけど、病弱な女の子男子は好きだもんね。あ、やだやだ、けがらわしい、けがらわしい、病弱ね。うお、また重い絵馬じゃない。あれ、これ中学時代のガハラさんじゃない。重い絵馬チュートリアルガチャ、メニューを開いてガチャに行ってみよう。エプクフーダじゃないんだ。思い出ガチャなんだね。引きたいものによってガチャを選べるよ。今回は初回無料のある思い出ガチャがおすすめだよ。初回無料ということで。引いてみましょう。いやー、どんな名場面が見れるのかな。お、一個金混ざってるじゃん。僕は自転車から転がり落ちたを入手しました。お、金ピカなんだろう。しのぶちゃん拗ねちゃってさ。お、入手しました。どうしたんだよ、ラニ君、元気がいいね。友達を入手しました。ねえ、友達を作ると人間強度が下がるから。そんなことねえよ、友達超欲しいよ。おはよう、入手しました。こんばんは。人を呪わば穴二つを入手しました。これはあれだね、って言う間に過ぎちゃったよ。早速なでこに電話してきてくれたのを入手しました。デートをしますを入手しました。なんだ、そこまでバレていたのかを入手しました。嫌だよ、助けてよ、泳ぎ道は入手しました。これ名場面すげえ切り取ってんな。すべて完璧にお見通しなのよ、入手しました。お、なにこれ、ガチャ10回達成の報酬として福札ガチャスチケット1を入手しました。重い馬が重複すると重複した重い馬が成長するよ。重い馬はプクコインでも引けるよ。10回引くごとにプク札ガチャチケットが手に入るよ。早速プクガチャん？プク札ガチャを引こう。そんな理由なら、1枚表紙、確か1枚入手したんだよね。まあ、一回だけ聞いてみますか。フリックしよう。誰が出るかな。おっと、ひたぎさんじゃないか。やったぜ。新しいプクフラデッキ編成画面でセットできるよ。へえ。戻りましょう。てか、ピックアップだったんかい。そりゃ弾けるわ。今日もよろしくな。今日もよろしくな。なにこれ。あー、初心者ロングインボーナスね。へえ。というより今回はここまでです。いや、次もう一回ガチャ引いてみようかな。それではまた次の夜に。
お会いしましょう。それではまた。